キャロライン・オズニアッキー。キャロライン・オズニアッキー。キャロルイン・ワスニアッキー。1990年7月11日隊は、デンマーク・オーデンセ出身の女子プロテニス選手。デンマーク人として、初めて世界ランキング1位になった選手である。これまでに WTA ツアーで、シングルス28勝、ダブルス2勝を挙げている。身長177センチメートル、体重58キログラム、右利き。 バックハンドストロークは、両手打ち。ポーランド語読みに近い、カロリーネ・ボズニア付きとも表記される。2018年全豪オープン優勝。全米オープン準優勝2回。2017年 WTA ツアー選手権優勝。WTA プレミアマンダトリー優勝2回。ボズニアっきの家族は、父親は、デンマークとポーランドのリーグでプレーしたもと。 プロサッカー選手でポーランド生まれのピョトル・ォズニアッキ。母親はバレーボールのポーランド代表選手、アンナ・ォズニアッキであり、夫妻はピョトルがデンマークのプロサッカークラブと契約した際にポーランドを離れ、デンマークに移住している。これは1980年代のことであり、当時のポーランドはまだ共産主義体制をとっていた。キャロラインの兄もデンマークのプロサッカー選手である。 キャロラインは父親の手ほどきで7歳からテニスを始め、2005年4月から女子テニス国別対抗戦、フェドカップのデンマーク代表選手に選ばれ、同年7月に15歳でプロテニス選手になった。2005年のオレンジボール選手権、ジュニアテニス選手の登竜門と言われる大会で優勝した後、2006年前半に全豪オープンジュニア女子シングルス準優勝。 全仏オープンジュニア女子ダブル準優勝、ウィンブルドンジュニア女子シングルス優勝を記録した。ジュニア選手のトーナメントに出ていた頃、ボズニアッキは、日本の世界スーパージュニアテニス選手権大会に3年連続で出場し、同選手権の女子シングルスで2004年2006年の2度優勝した。2007年、ボズニアッキは、全仏オープンで4大大会本戦にデビューした。 10月のジャパンオープンで彼女は女子シングルス準決勝まで勝ち進み、第1シードのビギナス・ウィリアムズに3から6、5から7で敗れた。2008年前後オープンでは世界ランキング64人のノーシードから勝ち上がり、初めての本戦4回戦に進出した。2回戦で第21シードのアリオナ・ボンダレンコを破って波に乗るが、 4回戦で第4シードのアナイバノビッチに1から6、6から7で敗退した。全仏オープンでは第30シードに選出され、3回戦でイバノビッチに4から6、1から6で敗れた。同年8月のスウェーデン・ストックホルム大会とパイロットペンテニス選手権でシングルス2勝を終え。それから2度目の出場となったジャパンオープンでも初優勝を飾り、 シングルス3勝目を挙げた。こうして、ボズニアッキは、デンマーク人女性として、初めて、WTA ツアーのシングルスタトルを獲得した、選手になった。ボズニアッキは2009年5月18日付で、世界ランキング10位に入り、デンマークのテニス史上初めて、世界トップ10位を果たした。同年の全米オープン女子シングルスで、彼女は第9シードから、 初の4大大会決勝戦に進出した。決勝では、キムクライシュテルスに5から7、3から6で敗れ、初優勝を逃した。デンマーク人のテニス選手による4、大大会決勝進出は、1953年と1955年のニ度ウィンブルドン選手権で、準優勝したクルトニール戦以来の異業である。2010年の全米オープンでは、 世界ランク1位のセリーナ・ウィリアムズが欠場したため、初の4大大会第1シードとなったが、準決勝でベラ・ズボナレはに4から6、3から6で敗れた。10月のトーレッパン・パシフィック・オープンテニストーナメントでは、決勝でエレーナ・デメンチェワに1から6、6から2、6から3で逆転勝ちし、大会初優勝を挙げる。翌週の中国オープンでは、決勝で、 ベラズ・ボナレは263、36、63で勝利し、大会後のランキングで、デンマーク人としては男女を通じて、初めての1位になった。最終戦の WTA ツアー選手権でも、初めての決勝に進出したが、キムクライシュテルスに3から6、7から5、3から6で敗れた。2011年の全豪オープンでは、準決勝で、リダに6から3、5から7。 3から6の逆転で敗れた。2月にクライシュテロスに世界ランキング1位を明け渡したが、ドバイ大会の優勝により再び1位に返り咲いた。4大大会では、全仏オープンで3回戦、ウィンブルドンでは4回戦で敗退した。最後の全米オープンでは3年連続でベスト4に進出したが、復活したセリーナ・ウィリアムズに2から6。 4から6で完敗し4大大会の決勝には一つも残れなかった。最終戦の WTA ツアー選手権ではラウンドロビンで敗退したが2年連続で最終ランキング1位を守った。2012年全豪オープンでは準々決勝でキムクライシュテルスに3から6、6から7で敗れ世界ランキング1位から陥落した。ウィンブルドンと全米オープンでは1回戦で敗退した。 2014年の全米オープンでは5年ぶりに決勝に進出するも、セリーナ・ウィリアムズに3から6、3から6で敗れ、またしても、悲願の4大大会発優勝はならなかった。ボズニアッキは、オリンピックデンマーク代表として、2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪、2016年、リオデジャネイロ五輪の3大会に出場し、リオ五輪では、 開会式でデンマーク選手団の騎士を埋めた。2017年10月の WTA ファイナルでは決勝で過去全敗のビーナス・ウィリアムズを64、64で破り優勝し初のビッグタイトルを獲得した。2018年の全豪オープンで第2シードから全豪で初グランドスラムで3度目の決勝進出。決勝で同じく グランドスラム初優勝がかかった第一シードの下名、ハレプに7から6、3から6、6から4で勝利し、悲願のグランドスラム初優勝を果たした。1月29日付のランキングで6年ぶりに、世界ランキング1位に返り咲いた。カウンターパンチャー。予測力、動作性、敏捷性、フットワークでスピードある守備をする。また両手バックハンドの守備から攻撃に変える。 ダウンザラインも武器。2011年の7月から、プロゴルファーのローリー・マキロイと交際、2014年1月1日、婚約を発表したが、5月に婚約を破棄した。2017年11月バスケットボール選手、デビッド・リートの婚約を発表した。コマーシャル契約の総額は、年間1、0ドルに達すると報道されたことがある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。